はい、どうもあやねです。ついに風邪をひきました。小躍りしながら阿川家の危ない食卓に乗っていた病人食ミルクトーストを作ります。皆の病人食は何でしたか？ぜひコメントで教えてください。この本は食べ物にうるさいお父さんがいる阿川家の戦場、間違えました、食卓を面白おかしく書いたエッセイです。出てくる料理がまあ美味しそう。おにぎりや鰹節弁当といった家庭的なものはもちろん、韓国のご飯やドラマ差し入れで作った80人前中華粥のエッセイなど盛りだくさんです。ミルクトーストもこの本に掲載されていて、食パンをトーストし、バターをどん、砂糖をサラサラかけたら熱々ミルクを少しずつ注いで出来上がり、お手軽フレンチトーストの味でめっちゃほっこりします。他にも美味しそうな病人食が出てくる阿川家の危ない食卓、ぜひ読んでみてください。